芸能界には美しすぎる女性が多く存在します。中には若い頃が美しすぎるために現在と比べられ劣化したと言われる方もいますし、今でも美しい人もいます。そこで今回は全盛期が美しすぎる芸能人10選をお送りいたします。全盛期が美しすぎる。1人目、竹内優子。竹内優子さんは常に美しい強さを漂わせていて、その表情はいつも凛としていましたが、時折見せる笑顔が素敵でした。2020年9月、竹内優子さんが東京渋谷区の自宅で亡くなっているのが発見されました。40歳という若さでした。報道によると自ら命を絶った可能性があるそうです。同居していた夫の俳優の中林大輝さんが意識を失っている竹内さんを発見したとされていますが、彼女は搬送先の病院で亡くなったのを確認されました。竹内さんには当時14歳の長男と出産したばかりの次男がいました。この報道時には多くの方が驚き悲しみました。今でも竹内さんがこの世にいないのが信じられません。竹内優子さんは幼少期に両親の離婚、母親が亡くなり、そして父親の再婚という苦労を経験しました。複雑な家庭環境の中で自分の居場所を探し求めながら、高校入学直前に原宿でスカウトされ、家に戻らないという決意のもと16歳でデビューします。その後 NHK 朝ドラのヒロイン役に抜擢され、本格的に女優としての道を歩み始め、数々の映画やドラマで大活躍しました。2005年6月、竹内さんは映画で共演した中村獅童さんと結婚し、11月に長男を出産します。しかし2008年には中村さんの不倫騒動をきっかけに離婚し、長男の親権は竹内さんが得ました。以来シングルマザーとして女優業と子育てを両立させながら10年以上奮闘し、教育熱心な母として長男を難関私立中学に入学させたことでも知られています。そんな竹内優子さんは本当に美しい女優さんでした。全盛期が美しすぎる。2人目、中山美穂。女優として歌手として多彩な活躍を続けてきた中山美穂さん。彼女が芸能界に入ったきっかけは12歳の時に原宿でスカウトされたことでした。原宿が今も昔もスカウトの聖地であるようです。中山さんは80年代にアイドルとしてデビューし、90年代にはフジテレビ系の月9ドラマで何度も主演を務め、女優としても時代を象徴する存在となりました。中でも彼女の初期の代表作といえばドラマ「毎度お騒がせします」があります。初めてのドラマ出演ながら、思春期の少女が演じるには難しいシーンを見事に体当たりで演じきりました。当時14歳でありながら、そのプロ意識には驚かされます。中学生の頃といえば感情に振り回されがちな年頃ですが、中山さんはすでに大人びた雰囲気を持っていて、アイドルとしての器があったのでしょう。さらに代表作といえばドラマ「ママはアイドル」ではミポリンという愛称が生まれた作品としても知られています。アイドルが子持ちのおじさんと再婚するというユニークなストーリーで、スピード感あふれる展開が魅力です。後藤久美子さんが再婚相手の子供役で出演していたことも今となっては驚きです。今では中山美穂さんは一部で劣化したとの声も聞かれますが、中山美穂さんは今でも変わらずスタイルが良く美しさを保っています。全盛期は本当に美しかったです。全盛期が美しすぎる。3人目、宮沢りえ。宮沢りえさんは11歳で芸能界入りします。その後ファッション雑誌週刊セブンティーン、現在のセブンティーンの表紙モデルに選ばれ、一躍注目を浴びました。1987年には三井のリハウスの初代キャンペーンガール、リハウスガールとして大ブレイクします。瞬く間にトップアイドルへと駆け上がります。そして翌年の1988年には
映画「僕らの7日間戦争」で主演を果たし、映画界にもデビューします。その後も女優やモデルとしての活動を続け、1989年には小室哲哉プロデュースによる「ドリームラッシュ」でアーティストとしてのデビューも果たしました。さらに1991年には写真家篠山紀信さんによる写真集「サンタフェ」を発表し、大きな話題となります。記者会見では多くの報道陣が詰めかけ、彼女の圧倒的な存在感を改めて示しました。最近ではかつて彼女が初代キャンペーンガールを務めた三井のリハウスの CM に約35年ぶりに出演し、娘にリハウスを紹介する役柄を演じました。この役どころは宮沢りえさんだからこそ表現できる時を超えた美しさが際立つものでした。全盛期が美しすぎる。4人目、南野陽子。大きなクリクリとした目に笑顔から見える白い前歯、少し不器用なところがまた魅力的でした。何のこと、南野陽子さんはデビュー当時からとても可愛らしかったんです。近寄りがたい美人というより、まるでクラスで一番可愛い女の子のような親しみやすさがありました。ドラマ「スケバンデカ」では運動神経ゼロながらも一生懸命にヨーヨーのアクションシーンに挑みました。特に劇中でリンゴを握りつぶすシーンでは、彼女の握力では難しかったため、リンゴの中身をくり抜いてシーンを完成させたというエピソードもあります。このドラマでおなじみの土佐弁混じりのセリフ、何の因果かまっぽの手先、二代目スケバンデカ浅見矢崎、おまんら許さんぜよは子供たちの遊びにも影響し、当時の若者の間で流行語にもなりました。歌手としても人気を博し、彼女の6枚目のシングル「楽園のドア」から13枚目の「秋」からも「そばにいて」まで8作連続でオリコンチャート1位を獲得します。その清楚で愛らしい雰囲気から、まさに正統派アイドルとしての地位を確立しました。特に歌が上手というわけではありませんでしたが、南野陽子さんがチャート1位を連発できたのは、彼女が持つ圧倒的な美しさとファンの支持に支えられていたのでしょう。デビュー当時から他を圧倒するほどの美しさを持つ南野陽子さんは、今もなお美しさを保ち、50代とは思えないほど素敵に年齢を重ねています。全盛期が美しすぎる。5人目、小泉今日子。キョンキョンの愛称で親しまれている小泉今日子さん、その若かりし頃のアイドル時代の写真を見ると、とても可愛らしい姿が印象的です。小泉さんがデビューしたのは1982年、当時16歳で話題を集めた松田聖子さんと同じ聖子ちゃんカットでデビューを果たしました。その後彼女は髪型を大胆にチェンジします。ショートヘアーが小泉さんのシャープな顎のラインと見事にマッチし、より洗練された可愛さを引き立てました。歌の春風の誘惑から真っ赤な女の子までのわずか3ヶ月の間に、彼女はアイドルとしての殻を打ち破る決断をしました。当時アイドルのヘアスタイルは事務所の戦略や契約に影響され、突然の変化はタブーとされていましたが、小泉さんの思い切ったショートカットは大成功を収め、新たな時代のアイドル像を切り開くことになりました。1983年のスペシャルドラマ「あんみつ姫」の主題歌「真っ赤な女の子」を皮切りに、キョンキョンの快進撃が始まります。渚の灰から人魚、大和なでしこ七変化、そして「なんてったってアイドル」といった楽曲で次々にヒットを飛ばし、彼女は王道アイドルとしての地位を確立しました。女優としても1985年ドラマ「少女に何が起こったか」で話題を呼びました。そして1987年には「木枯らしに抱かれて」でより大人びた曲調と歌詞が特徴の新たなステージへと進化します。特に1987年歌の「水のルージュ」はポニーテール姿で出演したカネボウの口紅の CM が強く印象に残っています。その後2013年の NHK 朝ドラ「あまちゃん」での名演技は女優としての確かな実力を証明しています。近年では小泉今日子さんが俳優の豊原康介さんとの
交際を公表し、その話題で注目を集めていますが、ぜひまたドラマや歌での美しさを見たいものです。全盛期が美しすぎる6人目、杉本さんは幼少期からカテレナイの問題から早く自立したいという強い思いを抱き、ほどなくして高校を中退し、勉強は通信教育に切り替えました。もともとは京都でモデルとして活躍していた彼女は、17歳で一人暮らしを始めるほどの収入を得るまでに成長します。芸能事務所スターダストプロモーションからスカウトを受け、東京へと活動の場を広げ、キャンペーンガールとしても注目を集めました。特に19歳で東レキャンペーンガールを務めた時のセクシーさは印象的です。1988年19歳で歌手デビューを果たした際には、ノースリーブとショートパンツ姿でステージに登場します。その後6枚目のシングルゴージャスではティーバックとボンテージという大胆な衣装で歌い、男性だけでなく女性からもかっこいいと称賛を受けました。当時のアイドルは可愛さや清楚さを売りにするのが主流でしたが、彼女はそれに挑むスタイルで一躍注目されました。その後は女優、作家、ダンサー、実業家として幅広く活躍し、動物愛護活動にも力を入れています。現在は保護猫6匹と共に京都で暮らしています。さらにコスメブランドのプロデューサーとしても多忙な日々を送っています。杉本さんの若い頃は確かに世間からは全盛期が美しいと言われていますが、彼女自身は年齢を重ねることこそが深みや優しさ、そして寛容さを育むものであり、その変化を味わいと捉えています。彼女は50代になって感じる変化も自然な笑いじわを成熟した美しさとして受け入れており、自分を優しく磨きながら楽しむ人生観を大事にしたいと考えています。日本の大人の女性たちが成熟する美を目指し、年齢を重ねることを楽しめたら素敵ですと語っています。全盛期が美しすぎる7人目、沢口靖子。女優、沢口靖子さんは人気ドラマ科捜研の女で広く知られています。2024年にはデビュー25周年を迎え、その確固たるキャリアを築いてきました。50代を迎えてもなおその美しさを保つ姿には、多くの人が若い頃はどれほど美しかったのだろうと想像を膨らませることでしょう。沢口さんは18歳で女優デビューを果たし、元祖清純派女優として数々の映画やドラマに出演しました。若い頃はその端正な顔立ちから時代劇のお姫様役に数多く抜擢され、 CM でもその姿を見る機会が多くありました。20代には学生時代にテニス部で真っ黒に日焼けしていた姿から一変して、冷え切った撮影所で長時間過ごすことが多くなり、冷え性に悩まされたそうです。そのため体を冷やすものを極力避ける生活を心がけていたといいます。30代に入るとドラマや舞台で時代劇の出演が続き、重いかつらの影響で初めて肩こりを経験します。マッサージや針治療に頼ることもあったといいます。34歳で科捜研の女が始まり、長期にわたるホテルでの滞在生活による体調不良をきっかけに健康や美意識が一層強くなったそうです。そんな美しすぎる沢口さんがなぜ独身なのでしょうか。沢口靖子さんは1984年頃から西武グループの堤義明さんの愛人ではないかという噂が根強くささやかれていました。堤さんはかつて世界長者番付で1位に輝いたこともある大物ですが、現在は90歳と高齢であり、その関係が続いているかどうかは定かではありません。しかし沢口さんが結婚していない理由として、この愛人説が20年間取り沙汰されていたのです。真相はわからないものの、これほど美しい女性が独身であれば、そのような噂が広まるのも理解できるかもしれません。芸能界には多くの美しい女性が存在しますが、沢口靖子さんは間違いなく全盛期に美しすぎるその一人と言えるでしょう。全盛期が美しすぎる8人目、長谷川京子。長谷京の愛称で親しまれ、今も活躍され人気を誇る長谷川京子さん。年齢は40代を過ぎて
若い頃の彼女の姿が気になる方も多いのではないでしょうか。長谷川さんは高校3年生の時にファッション誌キャンキャンの専属モデルオーディションに合格し、モデルとしてのキャリアを本格的にスタートします。すぐにその抜群のスタイルと美しさで注目を浴び、瞬く間にトップモデルとしての地位を確立しました。可愛いではなく美しいという言葉が合う長谷川京子さん。モデルとしての成功だけでなく、女優としてもその才能を開花させました。特に滝沢秀明さんと共演したドラマ僕だけのマドンナではその美しさが話題となり、長谷川さんの全盛期と称されるほどでした。しかしながらモデルとしての存在感は強いものの、女優として彼女の代表作といえるドラマ作品は少ないかもしれません。それでもなお多くの人々から支持され続けるのは、やはりその圧倒的な美しさと華やかなオーラに他ならないでしょう。全盛期が美しすぎる9人目長作ひろみさんが注目を集めたきっかけは、1988年に開催されたオールナイト富士女子高生スペシャル内の美観少女コンテストでした。この大会でベストパフォーマー賞を獲得した彼女は、その後フジテレビのタレント育成プログラム乙女塾に参加します。歌手コースの第一期生として芸能界でのキャリアをスタートさせました。さらに高校卒業を迎えた1989年、フジテレビのバラエティ番組パラダイスモーモーの乙女塾から松野愛美、佐藤愛子と共にアイドルグループリボンを結成し、本格的な活動を開始します。長作ひろみさんの全盛期が美しいと評される理由の一つはその童顔にあります。若い頃から魅力的でしたが、彼女の顔立ちは年齢を重ねるごとにその可愛さに加え一層の美しさが増しているのです。特にセーラー服を着れば女子高生と間違われるほどの幼さを持ちながらも、大人の色気と成熟した魅力を兼ね備えたルックスは芸能界でも唯一無二の存在感を放っています。また一般的には二重まぶたが美しいとされますが、長作ひろみさんのパッチリとした一重まぶたには独特の魅力を感じるファンも多いようです。全盛期が美しすぎる10人目藤圭子さんといえば、平成の歌姫宇多田ヒカルさんの母親としても知られています。宇多田ヒカルさんはファーストアルバムファーストラブで日本史上最高となる700万枚以上の売り上げを記録し、鮮烈なデビューを飾りました。しかしその母藤圭子さんのデビューも同様に世間を驚かせたものでした。力強い美声で昭和の演歌界に君臨した藤圭子さん、彼女はどこか憂いを帯びた表情と圧倒的な美しさで多くのファンを虜にしました。色白で小柄な容姿を持つ彼女がドスの効いたハスキーボイスで人生の哀愁を歌い上げた、そのギャップが瞬く間に人気を集め時代の象徴となりました。その美貌と独特な歌唱スタイルの組み合わせが彼女の成功の大きな要因だったと言えるでしょう。藤圭子さんは全盛期が美しすぎるその一人と言えるでしょう。今回は全盛期が美しすぎる芸能人をまとめました。チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけると嬉しいです。これからも様々な話題をお届けしていきます。最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。